就活キャリアの悩みを無料匿名でプロに相談できるのはキャリエモン。こんにちは、ヒロさんチャンネルのヒロキです。本日は運送業界の業界研究をしていきます。運送業界と一言で言ってもトラック、鉄道、船舶、航空機、タクシー、バスなどめちゃくちゃ幅広い領域があるんですが、その中でも今日の動画ではトラック輸送に焦点を当ててお伝えしていければと思います。船舶に関する海運業界はこちらの動画、タクシー業界はこちらの動画、バス業界はこちらの動画、これらでそれぞれの業界を解説しているので、興味がある方はそちらも見ていただければと思います。運送業界には様々な分野がありますが、その中でもトラック輸送は国内において非常に大きな役割を果たしています。トラック輸送はドアトゥードアの輸送が可能なため、他の輸送手段に比べて利便性が高く迅速な対応が可能となっています。また鉄道や船舶などの輸送手段も非常に効果的ではあるんですが、それらの拠点から先の最終的な輸送地点、末端輸送においてはトラックが必要不可欠です。そのためトラック輸送は国内物流の基幹的役割を果たしています。トラック輸送は消費者物流においても重要な役割を果たしています。宅配事業者による多様な配達サービスで、引っ越し事業者による様々な付帯サービスの提供など、サービスレベルや輸送品質の面でも高い評価を得ています。トラック輸送産業の市場規模は約19兆円に上ります。トラック輸送は日本の産業活動や国民生活に不可欠な存在です。阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本地震などの自然災害が発生した際も、トラックはその機動力を発揮して大量の緊急支援物資を輸送しました。また新型コロナウイルスの感染症により物流の維持が求められた際にも、エッセンシャルワーカーとして国民のライフラインの役割も担いました。一方でトラック運送業界では少子高齢化などによる若年ドライバーが不足しています。燃料価格や資材価格の高騰などにより厳しい経営環境に置かれています。このような状況を打破するため、トラック運送業界における生産性の向上、働き方改革の推進など官民挙げて課題解決に向けた様々な取り組みが進められています。トラック輸送業界は安心で安全な輸送サービスを提供し続けることが社会的使命です。常に安全を最優先課題とし、環境対策や労働対策などとともに産業の将来に向けた様々な取り組みを進めています。そんな日本の運送業界の歴史を振り返ってみましょう。日本の運送業界の起源は古代にまで遡ります。古代日本では人や物資を運ぶために馬や牛などの家畜が使われていました。またそれ以外にも人力で運ぶといったことも当然行われていました。それが大きく変わったのが江戸時代のことになります。江戸時代には参勤交代などもあり、多くの人や物資が運ばれていました。そのためより効率的にしていかなければということもあって、馬車や船などを使う運送業者が登場しました。近代になると運送業界はさらに発展しました。鉄道や自動車などの新しい交通機関が登場し、人や物資の輸送がより効率的になりました。この頃には運送業としてトラックやバスの運送業者が登場しました。現代では運送業界は日本の経済を支える重要な産業となっています。人や物資の輸送は経済活動の基盤となっています。また運送業界は多くの雇用を生み出しています。そんな運送業界は今後もますます発展していくことが期待されています。続いては日本の運送業界の全体像や現状を見ていきましょう。日本の運送業界は市場規模約39兆円の一大産業です。その内訳は旅客運送14兆円と物流25兆円であり、物流の比率が高くなっています。物流はトラック、船、航空機などの様々な交通手段を用いて製品を生産者から消費者に引き渡すものです。この中でも大きな割合を占めるのはトラック運送業の約 60% であり、物流業界、ひいては運送業界の動向に強い影響を及ぼしていることがわかります。この動画ではトラック運送業の動向を見ていくことで、運送業界全体の動向を探っていきたいと思います。 ES 添削ならキャリエモン。トラック運送業は平成2年の物流2本の施行によって参入事業者数が爆発的に増えたことで知られていますが、最近の EC の進展によりさらに競争が激化しています。 EC 業者の販売戦略である送料無料や全国一律料金などが打ち立てられ、消費者にとっては気軽にオンラインで買い物ができる時代が訪れました。そのことがトラック運送業の市場にも強く影響を及ぼし、営業収入が15兆円前後で推移するようになりました。
DC がどんどん発展していくと、送料無料でやるよという動きがさらに加速していきます。その送料自体を負担しているのは EC 事業者が負担していて、もちろん EC 事業者は運送会社に対して送料を支払ってはいるものの、やはりそういった低価格化が進むと、運送会社に対してももうちょっと安くやってほしいんだよねという形でしわ寄せがいってしまう、そんな問題があります。しかしながら運送業界全体としては今後も高い水準で売上が推移していく、そのように見られています。トラック運送業の新規参入者数は物流2法の施行当時と比較すると落ち着きを見せています。しかし昨今の競争激化においても毎年約1000社が新規参入を果たしています。その背景にあるのは先ほどお伝えした EC の進展や新規参入の資金の低さです。 EC の進展によるトラック運送業の需要増加が見込まれているため、新たな企業がどんどん新規参入してきています。また事業を立ち上げるにあたって必要なものが一定数の車両だけでいいよという特徴から、比較的少ない資本で新規参入しやすいという業界であることも影響しています。続いては日本の運送業界の未来についてです。日本の少子高齢化に伴い、あらゆる業種において労働力の確保が課題になっています。中でも運送業のトラックドライバーの不足は深刻な問題となっています。一般的な業種と比較して長時間労働、低賃金という特徴から若年層から敬遠されてしまっている問題があります。これを受けて平成30年12月には貨物自動車運送事業法が改正されました。これによってトラックドライバーの労働条件の改善を目指していくとされています。またテクノロジー化も重要されています。トラック運送業で最も期待されているのはトラックの自動運転化です。アメリカではすでに一部商業運用もされており、日本においても平成30年に北関東道でトラック隊列走行の実証実験が行われました。現段階のテクノロジーでは完全自動運転は難しく、トラックドライバーの登場が必須とされています。しかし将来的には完全自動化を目指すとしており、実現すればトラックドライバー不足の解消と人件費の大幅な削減が叶います。これがどういったことを意味しているかというと、トラックドライバーが将来的になくなっていく可能性があるということです。自動運転車の普及は2030年代には実現するというふうに言われています。もし20代の方がトラックドライバーとして就職した場合に、30代になる頃にはトラックドライバーという仕事自体が世の中からなくなってしまう可能性があるということです。トラックドライバーとして専門的なスキルを身につけ伸ばしたとしても、その仕事自体が世の中からなくなってしまうと、全く違う仕事に転換しなければいけない時期が来るかもしれません。もしそうなったとすると、30代になってから未経験職種の転職をしようとすると、選択肢がかなり少なくなってしまうのが今の転職市場の実態だったりします。そのため運転が好きだからトラックドライバーになろうかな、そう考えている方は将来を踏まえた上で選択していくことが大切になると思います。以上が運送業界の中でも大きな役割を果たしているトラック運送業についての業界研究動画となります。この動画の内容が少しでも参考になっていれば嬉しいです。この動画がいいなと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録をしていただければと思います。皆さんの就職活動が成功することを心より応援しています。最後まで見ていただきありがとうございました。就活キャリアの悩みを何でも無料で解決できるキャリエモン。